こんにちは、柴田です。今回は激レアグレコのイーグルギターです。イーグルといえばもちろん BC リッチなんですけれども、1970年代の後半からですね、日本のブランドでも BC リッチタイプのギターがですね、たくさん発売されているんです。まあ、皆さんご存知かと思いますけど、フェルナンデス、アリア、そしてご多分に漏れずグレコも出してはいたんですけれども、グレコはね、多分ね、生産本数少ないです。型番はグレコの BE1000、 当時で10万円、オールマホガニーで、重量的にはね 3.2ぐらいかな。そして BC リッチといえば、そう、スルーネックなんです。このね、美しい鎖骨、これはね、和の技術ですよ。和の技術、非常に素晴らしい作りです。BC リッチのね、このね、鎖骨部分と若干違うんですよね。で、材はオールマホの3ピース。センターのマホも1本になってるんで、ちょっと近年ではね、考えられないようなグッドスペックですね。で、ペグは本家と同じグローバーのインペリアム。こちらですね。で、ダイヤのインレイに22フレット。で、BC リッチと同じくたくさんのスイッチがついていて、ピックアップはグレコのオリジナル U1000 が2発乗っかっております。オリジナルのスペックのまま残っているという非常に希少価値の高いイーグル。この軽さといい、ボディの形状といいですね。若干 SG 寄りな感じ。まず生音いきましょう。やっぱりスルーネックのこの弦の振動、非常にいい感じです。でもね、やっぱね、マホのね、温かさがね、感じれますね。この握った感じもね、いいマホガニーだなというふうなところでございます。まあ、間違いなくね、本マホでしょうからね。ネックは太からず細からず、若干幅感は感じますけど、バランスのいい作りになってます。ではアンプで鳴らしていきましょう。スイッチを解明しようと思ったんですけど、ちょっと解明しきれずなところで、分かる範囲でね、やっていきたいと思います。で、リアからいきます。このカラッとした感じね、タップ、タップオフ、タップオン、さらにカラッとするっていうね。で、フロントです。フロントの普通に、で、タップをオン、で、ここはフェイズのスイッチですね。リアでいきましょうか。太くなります。これなんかブースターかな、なんかブーストのランクが変わってるような気がしないでもないっすね。ドライブかけてみましょうかね。これ面白いかも。これブーストかな。なんかそんな感じがしてきました。
ボリューム、これもボリュームですね。不明な点も多々ありますが、でフロントいきましょう。軽いマホガニーだからこそ出るこれカラッとした抜け感ながらもやっぱりマホガニーだなっていう温かさがあると。経年でねいい感じにこの木の鳴りが出てきてるっていうのもあるんでしょうけど、まあ、そもそものね材がいいんでしょうね。千葉管楽器で試奏できるのでぜひお越しの際は鳴らしてみてください。ご視聴ありがとうございました。島戸でした。